はい、今日もですね、Q&A コーナーが始まりました。Q&A コーナーとはどういうコーナーかっていうとですね、このコーナーはですね、皆さんがですね、謎に思ったバイクのことを質問していただければですね、それを私が適当に答えますんで、いやいや、本当はこうなんだよっていうことを分かってらっしゃる詳しい方がいたらですね、プラスアルファでコメントしてくれるというですね、素晴らしいコーナーになっております。というですね、テンプレートがあるんですけど、いかがだったでしょうか。早速質問をお答えしていきたいと思います。 R3 乗りで納車から約1年が経過しました。今更ながら納車説明の動画を見ていたのですが、レギュラー指定のバイクに廃屋を入れるのは何か問題が起きたりしますか。これはお金がもったいないっていう問題がまず一つ起きるのと、もう一個はですね、別にいいんですけど、入れても高いものほどいいものとは限らないっていうのがあるんですよ。適材適所的なね。なんでかっていうと、仮に廃屋とレギュラーで毎回値段違うわけじゃないですか。その価格を全部取っといて、バイクの整備の必要な時にポンと出せることの方が価値があると思うんですよ。要は皆さんお金って普通は限りがあるので、それをいかにうまくたくさん使わずに長く乗るためにやっていくかがバイクに対して一番いい方法かなと思ってて、多分レギュラー指定のバイクに廃屋を入れたいっていうのは、その方がバイクにいいんじゃないかと思ってしまっているから、多分こういう発想になると思うんですよね。少しでも良くしてあげたいっていう、親心じゃないですけど大事にしたいよっていうので、そういう発想になるんだと思うんですけど、だったらそのお金の差額を貯金にしといて、本当にバイクがお金が必要になった時に使ってあげた方が有意義ですよっていう話が基本的にはあるんですね。それが1点と、もう一個は、昔の2バルブのバイクとかに廃屋入れると調子悪くなったりするんですよ。で、これ要はですね、皆さんの感覚で考えていただいたとすると、大体の方って普通は一般的な家庭料理を食べて日々生活をしてると思うんですね。それが多分健康の秘訣でもあると思います。だけど毎日ですね、自分の生まれ育った環境よりもいいものを何かの拍子になりきりになって食べ続けたらですね、そのうちまあ痛風になってしまうっていうのと一緒でですね、必ずしも高くていいものがそのバイクにとっていいとは限らないというのがですね、やっぱりあるんですよ。なので基本的にはメリットがない以上はやめた方がいいというのがですね、基本的なイメージかなというふうに思います。ただ高いガソリン売るためにいろいろやりますよ。洗浄剤が入ってるからエンジンきれいになりますみたいなことを言ってみたりとか、いろんなのありますけど、多分そういうのって真剣に受け止めない方がいいですよ。エンジンを定期的に分解している人間から言うとですね、おお、廃屋仕様のバイクはエンジンだから綺麗だなとか、レギュラー仕様だからエンジンがススでいっぱいだっていうわけじゃないですから。これ実際見ればね、分解して、そしてガソリンスタンドなんかも、実は各スタンドによってうちの廃屋はこういう特徴があります、いやいや、うちの廃屋はこういう特徴がありますって商品として売っていたけど、みんな中身一緒だったっていう問題がしばらく前にあったので、その間いろいろとやっぱここの廃屋はいいよなとか、減りづらいガソリンだよなとか、いろいろな意見があったと思いますけど、全部間違えてたってことですから。ということでですね、ガソリンはそのバイクに適したものを入れればいいんじゃないかと思います。昔空冷エンジンの放熱フィンに金属製の洗濯バサミやクリップをたくさんつけていたのをよく見かけましたが、最近は見ない気がします。あれは効果があったんでしょうか、ということなんですけど、まず金属製の洗濯バサミはもうないですよね。単純に表面積が増えるので全くゼロじゃないと思いますけども、必要だったのかと言われるとすごくハテナが出ますけど、ただ当時そういうものっていうのはカスタムパーツが今みたいに潤沢になかった頃に、いろんな一般の人たちの工夫で自分のバイクを人のバイクに比べて差別化するためにね、その洗濯バサミを挟んで冷却効果アップだって騒いでみたりとか、ドリルで穴開けて表面積アップだって騒いでみたりとか、フィンを全部ピカピカに磨いて表面積減ってエンジン焼き付かしてみたりとかして遊んでいたっていうね、流れなので、プラシーボ効果という素晴らしい効果があったんではないかと個人的には思っておりますけども、いかがでしょうか。どこのバイク屋も修理待ち状態で、その店で販売したバイクしか受け付けないと聞きます。そのような状況になっている理由はライダー以上にバイク屋が減ったからなのでしょうか、ということなんですけど、ライダーの方は実は最近増えてきてらっしゃるということで、教習所なんかもだいぶ待つような状況になってるっていうのが1点ですね。そしてそのまま皆さんご存知の通り、コロナ禍でバイク自体が少し流行ってる状態になっている。もちろんピーク時みたいな流行り方はしてないですけども、ただ比較的ライダーが増えていたりとか、リターンライダーの方々がですねバイクに戻ってきたりしているっていうのが当然あるのと、ご想像の通りお店が減っているっていうのももちろんあるんですよね。ただ店が混んでるっていう事実はもう本当にその通りです。どこのお店もパンパンです、みんな多分。あとはですね、バイク屋さんの全体量が減ったっていうのは、やっぱり一昔前の環境をはそのバイク屋さんにとっていいものじゃなかったんですよね。要はそのコロナが始まる前の時代はすごくですね、バイク屋さんにとっては環境として良くなかったというふうに個人的には思ってます。
だから減ってしまうのも実は仕方なかったんですよね。もちろんそのいろんなのありますよ。メーカーのディーラー政策とかそういうものでも影響は出てたりはしますけども、やっぱりですね、インターネットが流行るようになってから、やっぱすごいバイク屋さんは悲惨な状態がずっと続いてたので、辞めちゃう人も一定数出てくるのはね、もうしょうがないんですよね。例えばその口コミサイトですごい粘着されたりとか、インターネットでは向こうはコロネランだとか、いろんなのがあってすごい大変だったと思うので、今そんなことだいぶ減ってきたと思いますけども、やはりですね、いろんな理由でお店が減ったっていうのはあると思います。だから辞めちゃった人たちの話を聞いても、まあそうだよねって思うようなことが多かったりしますね。これやるんだったらもう好きな仕事だったけどもう違うことやるわっていう人も当然いらっしゃるので、そういった意味ではですね、ちょっとねこの辺はね悲しい話も混ざったりするんですけど、お店が減ったのも仕方がないのかなと思います。 250cc の単気筒に乗っています。クラッチ交換して新しいエンジンオイルに変えましたが、発進時に1速から2速にギアが入り悪くなりました。ちなみにその症状が出るのはしばらく乗ってから出てきます。カストロールの 10W40 なのですが、エンジンオイルが合わないのでしょうか、純正オイルがよろしいのでしょうか、ということなんですけど、ギアが入りが悪いなと認識するほど悪くなるんであれば、クラッチを交換したんですよね。クラッチの調整じゃないですか。まあ見てみなきゃ分かんないですけど、ただクラッチの調整がいまいちでギアの入りが悪くなってるんじゃないかなっていう気がしました。特にローからセカンドっていうのが一番出やすいんですよ。5速から6速への入りが悪くなるとか、そういうのよりもローからセカンドっていうのが一番入りが悪いという症状が出やすいので、多分そこから出てるだけだと思うので、どちらかというとクラッチを新品に変えるじゃないですか。でその後にちょっと乗るとクラッチの当たりが出るんですけど、そこでもう一回調整してあげた方がうまくいくと思います。多分それなんじゃないかなというふうに文章だけ見てると思います。エンジンオイルだけでそんなに不具合っていうほど悪くなったりはしないので。以前トリシティのスタッドレスについて質問させていただき回答いただきました。その説はありがとうございました、ということで、はい、ありがとうございます。トリシティ125の初期型ということもあり、1年乗ってみてキャンプ道具満載でツーリングに出かけると燃費は変わらず35キロと好調ではあるものの、パワー不足は否めない感がすごくあります。タンデム並みの重量を積んだ初期型の125とブルーコアの125は結構パワーに違いが出るのか、そこまでするなら155にしなよって思うのか、ご意見いただけたらと思います。いっそ300にしなよっていう意見も大歓迎です、ということでいただいてます。これだから155に乗り換えるかブルーコアの125にするかというところですね。そうですね、個人的な感覚で話すると125と155ってあんまり変わんないかなって思うんですよね。単に有料道路乗れるか乗れないかだけの差で、排気量のこの差ほどパワーの違いは感じないので、ちょっと良くなったなとはなると思いますけど、あ全然違うじゃんにはならないので、逆に今のを乗っててもバイクが壊れてないならいいのかなと思ったりしますよ。多分ブルーコアに乗り換えようが155に乗り換えようがですね、そんなになんか劇的に改善はしないので、なので別に次の方が出るまで今のを楽しく乗っているっていうのがいいんじゃないかなと思いますよ。多分ちょっとは良くなりますけど、なんか良くなった気がするなぐらいで終わっちゃいそうな気がするんで、あまり期待しすぎない方がいいかなと思いますんで、その辺はそんな感じがいいんじゃないかと思います。ブルーコアエンジンって MT なら大体中身は同じものなのでしょうか、それともあるコンセプトで作られたエンジンが全てブルーコアの名を冠しているだけなのでしょうか。見た目が好きすぎて FZ25 を衝動買いしたのですが、搭載されているブルーコアエンジンは基本的に低い排気量のバイクに採用されているものらしいので、知り合いからは性能が疑問視されていることが多いです。乗りやすくて通勤にも重視している良いバイクだとは思いますが、 250cc なりの速度で400キロ程度のツーリングをしていると知らぬ間にエンジンに負担をかけていないだろうかと気になります。バイクの中身に対してこれっぽっちも知識がないのでバカらしい質問だったらすいません、ということなんですけども、まずですね、ブルーコアっていうのはコンセプトの名前なんですよね。だからこの機構がついてるからブルーコアっていう発想ではなくて、最近の燃費とパワーを両立するような思想で作られた新設計のエンジンをブルーコアっていう風に呼んでるだけなので、なので後者ですよね。あるコンセプトで作られたエンジンが全てブルーコアの名を冠しているだけなのでしょうかっていう感じなんですけど、まさにそうですね。あるコンセプトで作られたエンジンが全てブルーコアでございます。なので例えばその NMAX とかのブルーコアとアクシス Z のブルーコアってもう随分違うんですよね。アクシス Z はただの普通のバイクですけど、 NMAX とかになってくるともう水冷で、そしてさらにあれがついてるんで可変のバルブのやつがついてたりするんで、もう全然違う性能になってくるんですよ。ただ別に 250cc の排気量で400キロ程度のツーリングなんて全然平気なので、そこに対してはバイクに負担かけてるんじゃないかとか心配する必要はないですよ。もともと FZ25 ってそんなに性能を追求して作ったバイクじゃないので、性能を疑問視されることが多いってなってますけども、燃費性能が良ければ別にそれ以上の性能は必要ないのかなっていう感じの雰囲気で捉えていただければいいんじゃないかと思いますんで、全然いいオートバイですから400キロのツーリングなんか楽勝ですよ。そんなもろくないですよ。バンバン使って走ってください。
私は BMW の R1200S というバイクに乗っていますが、先日 R1200S が国内に登録された台数が150台にも満たないと知りました。稀に見るコケっぷりですが、ここまで受けなかった単車って他にあるのか逆に興味が湧いてきました。どのメーカーのどの単車もこけるつもりで作った単車はないと思いますが、国内外を問わず、そんなに売れなかったのって単車があれば教えてくださいっていう感じなんですけど、これはですね、基本的に何種類かはやっぱり思い当たる節はありますけども、黒歴史になってしまうので、別に僕が悪いわけじゃないですけど、ただそのみんなそれなりの情熱をかけて作ったものが転んで、かつそのまま無傷では済んでないんですよ、きっと。なのでちょっとごめんなさい、これねありますけど、あれとかあれとかあれとかって思い浮かぶんですけど、結構そういうのもありますよっていうのだけ言っときましょうか。各メーカーも抱えてますよ、そういうのは。しょうがないんですよ、当たらないと思って作ったら当たる場合もあるんで、逆に当たると思って作って外す場合があるっていうのもですね、まあ、仕方がないというふうに解釈していただければいいんじゃないでしょうか。R25 が納車され半年ほど乗っています。2500キロほどの時にメーターケースの内側に結露があり、メーターケースを付け替えをしたんですが、今5000キロを超えたばかりになり、またメーターケースの内側の結露が出ました。以前トリッカーやビッグスクーターなど乗ってきて保管している環境は変わらないんですが、 R25 だけ結露症状出ていますが、どうしてなんですか、環境ですか。おそらくメーターの取り替えになるかもと言われていますが、現状保管変えられないので、もし環境ならメーター変えても結露の可能性もあるのですか、ということなんですけど、見てみないと分かんないですよね。結露って僕らのお店では実は一件も出てないんですよ、これ。まあ、もしくは出てて言ってきてないだけなのかもしれないですけど、お客さんがね、分かんないですけど、少なくとも上がってきてないんですよ、話が。だからそんなのあるんだっていう感じで今見てはいるんですけど、ただ保証で変えてもらえるんですよね、2500キロ。だから一回その変えてみるしかないんじゃないですか。例えばメーターの今ケースの問題かと思ってケースを変えたけどってあるんですけど、そのケースからその配線が入ってるところだったりとか、そういうところかもしれないので、ちょっとね一回変えてみてもらって様子見るという形かなと思いますよ。あんまり聞かないですけどね。ただあ、よくあるよねそれっていう話じゃないですね。 SR400 のファイナルを乗り出した初心者です。初歩的な質問で申し訳ないのですが、1速から2速に入れるときにどうしても体がガクンとなってしまいます。何かスムーズに加速するコツがあれば教えてほしいです。テンポよく乗ることっていうのがまず一番なんですよ。で、教習所で習ったと思うんですけど、ここで3速まで加速してって言われたと思うんですけど、本当にあの通りなんですよね。なのでそういう風に乗っていただくのは一つと、ローからセカンドにギアを入れて、その後クラッチを離すときにゆっくり離してもいいんですよ。要はローからセカンドに変えたときにパッっていう風に変え終わったから離さなくても、優しくクラッチをつなぐっていうのもありなんですよっていうのもですね、やってみてください。次、柴田さんファンですが、ありがとうございます。バッタに転生する予定の奈良ハン君に質問です。普段ツーリングで400キロを超えると膝が痛くなってしまいます。オフローダーが欲しくてたまらないのですが、身長175センチの私はツーリングセローと CRF ラリーどちらを買うべきでしょうか。去年ホンダドリームが歩いて2分のところにできてしまいました。 YSP 横浜と塚まではバイクで30分ぐらいです。はい、どうぞ、はい、ご回答お願いいたします。ただツーリングセローもう買えないないんでラリーじゃないですか。ということで、ラリーがおすすめです。ラリーいいですよね。まあ奈良君ラリー持ってるでしょ、だって。ラリーで。あ、奈良君が持ってるんじゃなくてあれか、あれは RO が持ってるわけですね。あれで、ね、850キロ走りましたからね。人の単車でね。本人が全然乗ってないんで、ね。そういうことですね。ラリーがおすすめだそうです。っていうかラリー勧めたよね今。戻るけど。ないんじゃないですか。売れないんですよ。いやそれはいいんですけど、だから例えばそのよくあるのは、やっぱり YSP 岡本塚は営業トークだな、所詮バイク売ってるからなっていう風に言われるじゃないですか、よくね。でもこういうところを見た時にもそう思うんですかね、みんなね。これでもかって感じですよね。確かに、はい、でもないですか。はい、ない、買えない、買えない、乗りたいですけどね。現在ハンターガム CT125 に乗っておりますが、ノーマルマフラーなのに冷却時にポンポンとアフターファイヤーが出てしまう症状が起こっています。購入店にも相談し検査してもらい、特に異常なしとの診断が出ましたが、どうも気になって仕方ないのが現状です。ノーマルマフラーでもアフターファイヤーが出てしまうのでしょうか。島田さんのご意見をお聞きしたく質問させていただきました、よろしくお願いします、ということで、アフターファイヤー自体は多分出てるんですけど、そのノーマルマフラーだと聞こえづらいっていう感じなんですよね。ただこれ冷却時は、まあ、冷感時ですよね、多分ね、最初のうちだと思うので、多分これ燃料を濃くしてるんだと思うんですよ、オートチョークのようなもので。要は燃料多く吹いてるんで、別に気にするなって言われても困るかもしれないんですけど、そういうものだと思いますよきっと。あれ、奈良君の CT125 はめっちゃ出ますよ。あ、めっちゃ出る、めっちゃ出ますよ。だからみんなそうみたいです。あの、壊れてないですよ、大丈夫です。壊れるんじゃないかとかで心配してらっしゃるんだったら、壊れてませんっていうふうに安心して乗っていただいて、もしそのこれが嫌でしょうがない、なんとかして消してくれたとすると、もう車種をチェンジするしかないですね、という感じになっております。去年の
セローファイナルを購入し、先日走走行距離が1万キロを突破しました。すごいですね。普段からチェーン、エンジンオイル、点火プラグなどはメンテナンス交換をしていますが、これから長く乗っていくために石村さん的にぼちぼち整備交換した方がいいと思うものありますか。いや別にないんじゃないですか、1万キロぐらいだと。このまま乗り続けていただいて、2万キロぐらいでいろいろ出てくると思いますけども、その辺はですね、そんなヤマなバイクじゃないんで、そのままガンガン乗り回していただければ大丈夫ですよ。どうして TZR シリーズは再販されないのでしょうかということなんですけど、TZR シリーズは2サイクルのバイク、2ストロークのバイクなので再販されないという形が一番いいんですかね。フォーストだと FZR というシリーズがあって、それは途中から YZF というふうに変わっています。なのでですね、脈々と受け継いでるんですけど、 TZR はやはり2サイクルじゃないと TZR じゃない、ね、ロータリーエンジンじゃないと RX7 じゃないっていうのと一緒ですね。なので再販されないというふうに考えていただければ大きく外れてはないんじゃないかと思いますけども、ただ今2スト見直されてて、なんか環境的にいいツーストが出るんじゃないか説も若干あるので、もしかしたらそしたら復活するかもしれないですよね。まあ何年先か分かんないですけどね。以前こちらのチャンネルのコメント欄で、赤信号など停車中はギアをニュートラルに入れてクラッチをフリーにしていないとクラッチの摩耗が進みますよ的なコメントを読んだ覚えがあります。本当なのでしょうか。私の場合停車時は一足クラッチを握りっぱなしの乗り方をしていますけど、プロの整備士さんが見たそれぞれの良い点悪い点等あれば教えていただけませんかって感じなんですけど、手疲れないですかっていうのが一つ悪いところですよね、握りっぱね。ただすごい厳密な話をすればのところの世界なので、これ例えばクラッチを握りっぱなしにするとクラッチケーブルがその間引っ張りっぱなしになるので、そうするとクラッチケーブルの伸びが早くなりますよっていうデメリットがあったりしますけど、ただそれって体感できるほどのものなのか、すげえ細かい話してないっていうところもあったりするんですよね。なので街を歩いていたらほんのりどこかからタバコの煙の匂いが一瞬しました。私はもう喫煙者ですかっていう感じの気持ちになるぐらいの、まあ大丈夫だよっていう表現っていうんですか。なので好きに乗っていただければいいんじゃないかと思いますよ。例えば追突されないようにずっといつでも発車できるように後ろを見てらっしゃるっていう場合もありますからね。20年式の YZF-R25 のマットシルバーに乗っています。カバーが擦れて黒色が出てきている場所と何かが当たって多少深さがある傷の2種類があります。なるほど。タッチアップペンで塗って細かいコンパウンドで少し磨いてみたのですが、余計にひどくなりそうだったので途中やめています。塗装が剥げた場合、場所や傷、コンパウンドでツヤが出てしまったところをきれいに直す方法はありますかということなんですけど、多分ね難しいですよね。マットのものっていうのはコンパウンドは基本使えないんですよね。多分体感したんでお分かりだと思うんですけど、なのでなかなか難しいかなこれ。黒いところをタッチペンで塗るまでは別にいいと思うんですけど、磨いちゃいけないんですよね。なかなか難しいかなと思うのと、場所にもよりますけど、 R25 の外装ってめっちゃ安いですよね。コンパウンドって多分千何百円とかするじゃないですか。で R25 って一番高いところで確か1万円ぐらいですよね、外装ね。だから、まあ、どこがあれか分かんないですけど、確かタンクの側面なんか何千円だったんですよね。2000円だか3000円だかそんなもんだった気がするんで、パーツ変えちゃった方が早くないですかっていう話もあるんですよね。というところがですね、魅力でございます、このバイクの。ドラムブレーキがワイヤー式でディスクブレーキが油圧式なのはなぜでしょうか。油圧式ドラムブレーキやワイヤー式ディスクブレーキは構造的に不可能なのでしょうかっていうことなんですけど、自転車がワイヤー式ディスクブレーキですよね、確かね。で車が油圧式ドラムブレーキありますよね。なので不可能ではないと思います。ただそれが最適というだけですね。ディスクブレーキってそのブレーキパッドが減るじゃないですか。その時に油が移動するんですよ。これちょっと気候的な話になるんで難しいんですけど、簡単に言うとブレーキパッドとブレーキディスクの隙間を自動調整する機構がついてるんですよ。だけどそれをケーブルで引っ張ってしまうと、すごいまめなパッドが減るたびに調整しなきゃいけないっていうことになってしまうんですね。っていうところを楽にするために、それだけじゃないですけど油圧になってるんですよ。例えば自転車のブレーキってこうケーブルでこう引っ張ってやるじゃないですか。よく昔からみんなが見る普通のママチャリのブレーキね、フロントブレーキですよ。こういう風になってるやつってマメにこう調整が必要というか、そういうことです。マメな調整が必要になったりとか、まあ、あとはその力がですね、握ったら握った分しかかからないので、そういうところも含めてですね、油圧の方がちょうどいいということでですね、そういう仕掛けになっております。バイクに乗り始めて2年が経とうとしていますが、今更それっていう内容です。1つ目、バイクって前に進むものなのになぜ後方吸気が多いんですか。前方吸気の方が空気入れやすそうなのに。2つ目、マフラーというかサイレンサーって雨などで水が入らないように注意する必要があると思うので、下向きに取り付けるべきじゃないですか。
ちゃんとした理論やメリットがあってのことで、私の感覚がずれているだけですが、ご教示いただけると幸いです、ということで。というご質問をいただいてるんですけど、まずはですね、これは本当に構造上の問題なんですけど、前に進むものなのになぜ後方吸気が多いんですかという形なんですけども、後方吸気イコール前方排気なんですよ。まあ当たり前ですけど。で、前方排気、要は一番走行風が当たるところに熱くなるマフラーを配置しているというのがですね、一つの理由かなと思います。一個前の Q&A かな、でもなんか結構細かく説明してるんで、よかったら、ナンバー、70かなを見ていただけると、細かく説明してます。その理由を。同じような質問があったので、ぜひよかったら参照にしてください。で、二つ目、マフラーの雨などが入られる注意する必要があると思うのでっていう感じなんですけども、これはデザインの問題ですね。やっぱりそのマフラー自体を上向きで跳ね上がった感じにつけておいてほしいというですね、見た目のユーザーさんのイメージがあるので、でもちろんあそこから水が入ってもですね、ある程度は平気になってます。ジャバジャバ入れたらダメですよ。ただある程度雨が降った程度だと平気なような仕組みがちゃんと作ってあって、あとはそのマフラーの容量ですねが、やっぱり長ければ長いほど容量は確保できるんで、マフラー容量の確保の意味も含めて後ろ向きに、そして長めについているというのはですね、基本的なものですね。ただできないわけじゃないです。MT-09 みたいに真下に向けて出しているものも中にはありますね、という感じでございます。さあ、というわけでですね、 Q&A コーナー今日はいかがだったでしょうか。ぜひですね、もっと詳しく説明できるよというですね、頭のいい方もですね、ナンバー71の動画を見ていただくと今の質問が全部並んでますので、よかったらですね、プラスアルファで回答していただけたら幸いでございます。今日はですね、この辺でお別れになるんですが、この動画がですね、皆さんのなんとなくのお役に立てたりとか、暇つぶしになったりとかすることを祈っております。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。